廃止後のファルコンクリフリフトファルコン。クリフリフトは、かつて満島の首都ダグラス市にあった、期間5フィートの廃止された崖の鉄道である。当鉄道は、ダグラス市の遊歩道から、ほんの少し離れた場所にあり、より高い崖の上にあるファルコンクリフホテルが、利用できるように建設されていた。現在オフィスが収容されている。この独特な城郭風の建物は、それ自身が、キャバレーバーとなる。 かつてこの街の最も賑やかなナイトライフ会場の一つであり、そして招待客及び訪問客が目的地に到達するための簡単な方法として、崖にあるリーフトが利用されていた。元々の車両は約4名の乗客を運ぶために供給されていたが、1929年にこの車両が置き換えられており、今日の現存したままの車両となっている。道路線は、 1990年かきに最後の運行がされており、いくつかのグループが代わりの場所での復活に対する関心の表明を行っていたが、その将来性及び最終的な所有権は不明確である。東鉄道は1887年5月30日にリフトのメンテナンス作業が行われていた時に発生した惨事の現場であり、この事故でアルフレッド・ウォルター・カインが死亡に至っており、 彼は父親であるトーマスカインに代わって、メンテナンスチームの一員として働いていた。モナ、エスヘラルドニュースペーパー11887。ありがとうございます。